どうもチャピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、昨日ちょっとこの部屋を掃除しましたっていう、まあ、大掃除をしましたっていう動画をアップしましたので、今日は小物たちをちょっと手入れしていこうって、まあ、簡単にですけど簡単に手入れしていこうっていう、そういう動画をシェアさせていただこうかなというふうに思ってます。でその前にちょっとお腹が空いたので、腹ごしらえをしたいと思います。今日もこちらをいただきたいと思います。匂いが最高です。はい、セット完了しましたのでスイッチオン。うわー、いい匂いですね。たまらんわこれは。ではではいただきます。あー美味しい。あー美味しかった。はい、まあ徐々に本題に入っていくわけなんですけども、昨日部屋の掃除をしましたけど、今日は小物をちょっと綺麗にしていこうかなというふうに思います。まあって言ってもこう拭いて汚れを落とすぐらいなので、この雑巾があれば十分できるなっていう感じなんで、コメント欄にちょっと切り裂いてこう引き裂くようにやればポロポロせずに済みますよって書いてあったので、ちょっとやってみたんですけど、ちょっと僕のやり方が悪かったみたいです。まあシンプルに切っていきましょう。あ、まずお金を抜いて、そうカードも抜いて、なんか本当はもっといろいろやり方はあると思うんですけど、とりあえずこの汚れをね落としていくっていう、表面についたなんか油汚れ的なものが落ちればまあいいかなっていう、なんかもっとこううまいお財布の手入れ方法が分かる人ちょっと教えてくれたら嬉しいです。よし、まあこんなんでいいでしょう。はい、OK です。続いてこちらなんですけども、わかりますか、かなり手垢がベトベトしております。で正直この外のゴムの部分、シリコンのケースですか、この部分ももうかなり黄ばんでおります。ちょっと画像じゃ伝わりにくいですけど、なんかこの端っこの部分とか結構いい感じで黄ばんでおります。まあ、これはちょっともう処分ですね。これも捨てます。だ端のところ、いい感じで綺麗になりました。あ、こっちもすごい綺麗になりました。このケースはちょっと新しいものを買いに行くとして今は装着しておきます。はい、 OK で次はこれです。これはこの iPhone X のこの保護フィルムを買った時に付属していたやつなんですけど、かなり綺麗になるので、これはもういろんなところに応用させてもらっています。やっぱちょっと画面越しだと見づらいですけど、結構汚れがついちゃってます。なんかラーメンをすすったらいろんなところに汁が飛び散ると思うんですけど、そんな感じでこの画面にいろんななんか水滴みたいなとかついてます。よし、いい感じです。で今からキーボードを掃除しようと思うんですけど、キーボードを掃除する場合はキーボードクリーンツールっていうのがあるんですけど、これを使います。こっちで OK ボタンをポチッて押すと、もうこのキーボード何をしても画面は反応しなくなります。そうなので、この状態でここを磨いていきます。
やっぱ下は結構がっつり汚れてます。あ、ちなみにこのシールは全く関係ないです。あ、ちょっと分かりにくいですけど、ここら辺なんか変なホコリの跡がついてます。なのでこれきれいに掃除していきましょう。これ模様じゃなくて跡ですから。だいぶやっぱ底面はだいぶ汚れちゃってますね。今日あんまこの動画で喋ってませんけどね。まあいいや。はい、OK ですと。はい、OK ですと。最後にこちらです。スーツケースです。汚いものをお見せしてしまうんですけども、こういった部分の汚れ、こういった部分の汚れをちょっと落としていきたいなと思います。なかなか落ちませんね、これは。まあいっか、そんな。あー、結構がっつり黒いのがつきました。はい、よいしょ。なんでしょう、そんなね、完璧になってもいけないし。はい、まあこんなんでいいでしょう。で、僕がなんでこういうあのバーコードを剥がさないかっていうと、あのこういったものをちょっと憧れてるからです。で、これがなんて、あ、無駄だなって思ったら、シールだったりバーコードっていうのも全部剥がしていこうと思ってます。で、次は中身ですと。中身に関しては正直あんまり汚れてないというか、中身はこれでしょう。はい、ということで失礼しました。まあ、やっぱこう普段使っているものが綺麗になるとやっぱ気持ちがいいもんです。で、ちょっと今から仕事しに外に行くんですけど、まあ仕事しがてらここもすっきりしたいなということで。はい、あのワックスつけてない理由はそれなんですよ。39度。うわ、出たくねー。出たくないけど、この動画を見てる方の中にも今日は外に出ましたよっていう人もいると思うので、僕も出ます。
まずいですね。身の危険を感じるレベルです。川に来ました。まあやるべきことも終わったので、じゃあ髪を切りに行きましょう。暑い。ここです。すごいです。暑さのためかほとんど人がいません。いやー暑いな。え、あ、ちょ、あ、この髪型ですか。いやなんか若干失敗しましたね。なんかもうちょっと長友選手だったり川島選手みたいな感じでイメージしてたんですけど、なんかあれみたいな、まあ、ワックスつけたらちょっとあれかなって感じですけども。ということで今回のお話がちょっとでも面白かったです、この空間すごいスッキリしますと思っていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。